最近ですね、えにし君のいのちゃんが、うん、なかなか兄弟喧嘩が多いということで、タイラブイあの企画をもう一度ということで、ストレートは高いぞ。はい、じゃあどうぞ。はい、どうぞ。はい、じゃあ、一個ずく食べてよ。それでは、本日のおやつです。どうぞどうぞ。カエルの子はカエルぴょん、はい、せーの、カエルの子はカエルぴょん、カエルパパです。はい、エニフェンカエルトデーチャンスのくお願いします。今日はハイヤー、はい、ということで、おやつ食べたくない？食べたい。食べます。食べたい。食べたいね。食べたいよね。おやつ食べたい。ちょっと準備してくるから、はい、二人で待っといてもらっていい？おもかですね。えにくみちゃん、いい？おばちゅです。絶対見ちゃダメだよ。なになに？待っといてね。いい？俺は？俺はちょっと協力してもらわなあかんから。一緒に来てもらって。ああ、わかった。はい。じゃあ。これカメラつけっぱなしで行くからね。よし。ちゅうか、俺も何も知らんのやけど。怖いんやけど。はーい。ということで、はい、久しぶりのモニタリングでございます。よいしょ。よいしょでございますね。最近ですね、はいはい、ガチガチ音立てんのって、まだドキドキしてる。最近ですね、はい、えにし君のいのちゃんが、うん、なかなか兄弟喧嘩が多いということで。そうやな、多いな。はい、あの企画をもう一度ということで、こちらの動画をご存知ですか？エニシ君とイノちゃんにチョコレートをあげるんですけど、どちらかがこの味。量がね、量が違ったら。どっちがどちら量か。チョコレートは高いぞ。はい、じゃあどうぞ。はい、どうぞ。はい、じゃあ一個ずつ食べてよ。もう抜き見るんだよ。三つ入っとったやろ。三つ入っとったやろ。歯磨き。歯磨きば。いい？あれ？あれ？いい？いいよ。いい？これでいい？これでいいよ、カリーネ。めっちゃ優しい。めっちゃ優しい。めっちゃ優しいよ。手を合わせてください。いただきます。召し上がれ。深いな。めっちゃ優しい。褒めるかと。めっちゃ褒めるかと思ったよ。深い。めちゃくちゃ優しい。三つと。深い。3つと6個になった。はぁ、やってますね。あの頃はもう思いやりの塊というか、すごいよかった、すごかったな、はい、本当にいいよってね、ちゃんと言えた。ということで、今どうでしょうね。4年後の、はい、今日この後、はい、全く同じネタでモニタリングしたいと思います。そうですね、はい、じゃあパパ仕込みお願いします。わかりました。行ってくる。ゴーブティー。ゴーブ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 。あら。ハロウィン。ハロウィン。ハロウィン。ハロウィーン。エリチがハロウィーンで起きた。ハロウィーン。なんか伏せてた？伏せてた？うん。伏せてた？うん、リコやな。パパは？パパがお菓子持ってきてくれる。ね、あからさまにね、こっち伊藤ちゃんにあげます。こっちの方がもう多いと思って、一目でわかるような量にしときます。これ、えにし君です。行きたいと思います。レッツゴー！
見よんよね、じゃあ見た見てるでしょ。あ、来る？はい。絶対見た。あ、糸ちゃん見たね。見たら絶対あげんけ。あ、下に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 しとって。まだよ。まだよ。絶対見たらいかんよ。まだ絶対見たらいかん。まだ絶対見たらいかんでよ。本当に。本当に絶対見たらいかん。わかった。これだけは言うとく。これだけはまだ、本当にまだ見たらいかんで。だからママ。はい。それでは、本日のおやつです。どうぞーどうぞーどうぞ。どうぞー食べましょう。手を合わせてください。いただきます。おいしい、おいしい、おいしい。そう、ね、これいいわ、もうこれいいわよ、いいわよ。分けな、分けな、分けよ、もうじゃあ、ここに出して食べよう。あーそう、マジでこれは最高よ。やばい、それやばいわ。僕、食パンマン。優しいわ。僕、バタコさん。バタコトさんね。バタコさんが言えんくて。コント入った。よかった。最近喧嘩多いから心配してたんよ。えにしがまず譲って、いとちゃんが譲ったな。最高です。だってシャクパンマン。ちょっとあの色も似たジャージ着せたんよ、あの時の服装に。いや、あの時からもうこんな感じ出てたな。ほんまに俺と弟はもうめちゃくちゃいつも喧嘩しよったけどさ、こんだけね、あのなんやろ、お菓子でなんかこう優しく譲り合えるのがもうガチ泣きやん。ガチ泣きやん、ほんと。いや、マジでよかったな。ヒャノーヒさんが、ほんまにミルクさん、ヒャノーヒさんがジャムをしたね、ジャムをした。いやいや、でもすごいすごい、本当だ。なんかその優しい気持ちをな、もたまま、そう、忘れんといて、大きく大きくなってください。なってください。ほんまに、ナイスモニタリングでございました。はい。ほっとしたね。まだ優しい気持ちがお互いにね、あるのは分かったんで。ね、この頃喧嘩もない。どうするけん、なんかあれかなと思うんだけど、やっぱこの気持ちがあってね、よかったです。以上、検証結果、譲り合いの気持ちがまだあった。ナイスでございました。これからも仲良くね。はい、じゃあゆっくり食べてください。はい、ありがとう。じゃあ、バイバーイ。最後に言うよ、ジャムおじさんがジャムをした。なんてなんてなんて。落ちいいわ、これじゃずこということで、カエルのおかかりチャンネルの LINE 公式アカウントができました。皆さんね、概要欄の方からね、よかったらフォローの方よろしくお願いいたします。こちらの QR コードも読み取ってね。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録はこちら、おすすめの動画はこちら、あとインスタグラム、